はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのベイブレードゴッドエントリーセットですね。はい、はい、前回のベイブレードの動画を見ていただいた方は分かると思うんですが、我々が使っていたベイスタジアムが劣化してきたので木に塗装しちゃいましたね、これね。うん、まあ、わけは前回の動画を見ていただければなと思いますね。はい、はい、普通にシュートするベイスタジアムがなくなってしまったので、これを購入しました。はい、なんかね、前とね形変わってるんだよね、随分ね。うん、うん、多分やりやすくなってると思うので、ね。付属しているゴッドバルキリーが単体発売のものと若干違うみたいなので、それもちょっと見ていきましょう。はい、はい、では早速開けてみましょう。うん、はい、でんてれーん、およ、はい、よし、じゃあいろいろ組み立てていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがベイスタジアムですね。はい、やっぱ前と形変わってるよね。うん、はい、これが前なんですけれども、ね、この厚み、本当だ、ない、そう、これずいぶん薄くなってるよね。本当だ、その分シュートしやすくなって、シュートする範囲が広くなったわけだよね。うん、中はほとんど一緒かな。そうだね。うん、多分ちょっと高くなってるね。新しい方が高くなってますね。1センチくらい。はい、そしてこちらがゴッドバルキリーのレイヤーですね。はい、はい、ね、単体発売のやつと比べてみますと全然違うね。これちょっと分かりにくいかもしれないけど、シールの色がまず違う。そう、シールの色が違うのと、あと中の V の色、うん、セットで入った方は金なんだけど、うん、単体発売は銀でしたね。うん、で中もね、かなり、クリア、こっちも完全にクリアパーツでできてますね。うん、全部クリアだね、こっちは。うん、はい、そしてこちらが 6V ディスクとフレームですね。色が若干違うね。こっち、やっぱセットの方が濃くなってますね。ボルテックスフレームがすごい濃いね。そうだよね、全然色が違う感じしますね。はい、で最後にこちらがリブートドライバーです。リブートドライバーも色が違いますね。はい、こっちがエメラルドグリーンっぽくて、こっちがブルーっぽい感じですね。うん、裏返しするとよくわかるかな。確かにそうだね。うん、そしてこのセットにはベイランチャー、これかっこいいね、赤のクリア と、うん、とランチャーグリップ&グリップラバーっていうのがついてましたね。これグリップラバー最初からついてるね。うん、それでもう一つ気になってるのが、うん、このリブートドライバー、うん、これがちゃんと動くのかを知りたい。個体差があるのかっていうね。ではエシン君、この新しいベイスタジアムでの初打ちお願いします。はい、3、2、1、ゴーシン。さあどうでしょうか。やっぱ綺麗だね。綺麗だよね。あ、リブートした。したね、早いな。うん、こいつよりも早い気がする。本当だ。なるほど、うん、よし、じゃあ対決させましょうか。そうだね、ゴッド対ゴッドでいこう。はい、3、2、1、ゴーシュ。お、あ、もうリブートしたね。あれで、パパの方はまだリブートしてないんだよ、これ。あっと、あとリブートした分早く負けちゃった。早く負けちゃったね。3、2、1、ゴーシュ。追いかけっこだ。どうやら先にリブートする。お、リブートした。おー、すごい、お、強くなった。今のはちょっとリブートな。あ、リブート、両方リブート、これ、ね、あー、あ、3、2、1、ゴーシュ。お、あ、もうリブートした。やっぱりすごいするね。うん、そうなんだ。おっ と、ではベイ変えて、私がこの新しい方のゴッドバルキリーに変えます。はい、で僕がロストロンギヌス9バリアブル覚醒。はい、3、2、1、ゴーシュ。アタックだ、アタックだ、アタックだ。おっとっと、そろそろリブート。あ、来た。お、リブートしてその回転が、おっと、同時かな。3、2、1、ゴーシュ。おっと、すごい暴れる。うわ、すごい暴れる。いけー、パボン今リブートしたかな。そうだね。あー、負けた。よーし、3、2、1、ゴーシュ。おっと、うわ、すごい、すごい簡単。いけー、うわ、すごい、いけー、どんどん。まだ、まだ、でも、今来た、今来たよ。まだリブート残してた。いや、いけるか。さあ、どうした。ロストロンギヌス9スパイラーに戻します。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、ワンミス。あ、しかもバーストした。3、2、1、ゴーシュ。おっ
わー、またお前フィニッシュ。3、2、1、ゴー。よし、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 頑張れ、頑張れ、リブートしたね、頑張れ。あー、おー、バーストフィニッシュ。静かにバーストした。ロストロンギンスウィングクローにします。はい、3、2、1、ゴー。うわ、うわ、バーストフィニッシュ。上に跳ねてバーストした。あ、フルバースト。3、2、1、ゴー。おー、変な動きしてんな。見てね。お、リブト、リブト、頑張れ、頑張れ、ゴット、頑張れ。あー、おい、3、2、1、ゴー。頑張れ、ゴット、頑張れ、頑張れ。なかなかリブートしたね。リブートした。いや、よくリブートするね、うん、でも全然違う、最初の初期版と。頑張れ、いけ。うわ、上がった、上がった。はい、ということで今回はベイブレードバーストのベイブレードゴッドエントリーセット。おわった、バースト。いきなりバーストしちゃった。うん、フルバーストだよ。はい、ということでですね、新しいベイスタジアムがゲットできましたので、これで、近いうちにまたベイブレードトーナメントの2017年の B ブロック、これをやりたいなと思っております。はい、はい、あとはあれだね、このベイスタジアムすごいやりやすかったね、うん、シュートミスが少なかった、うん、これ入り口が広いからかな、多分、ね、そうだね、これだけでなんか随分違ったね、うん、結構シュート直後にさ、オーバーフィニッシュすることがよくあったんだけど前は、うん、これないね、うん、ちょっとくらいしかなかった、ね、そうだね。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。はい、チャンネル登録よろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。